はい、今日は1月のあ、2月の6日夜8時37分を回ったところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現状に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。お悩みの赤い車にあります。東大阪狼少年ならの狼親父の声、こんばんも届けて参りましょう。皆さんこんばんは。 さあ今日は和歌山の代表からね、LINE が届いたんですね。それを返って、ちょっとその LINE を検,査したと検索したところに、ね、これ、本当に政治家が絡んで、町としてね、和歌山県の稲美町、ね、印鑑の「印」に書いて、南と書いて、稲美町なんですね。 この稲町の、ね、行政、一昨年ですから去年、おととしですね、最初に行ったのが、確かに和歌山の代表と行ったのがね11月ぐらいではなかったかなと思うんですね。と言いますのは、この隣町の日高川町のあの中津壇道処理場管理組合、ね、この実態調査を、ね、するために出向いて、そして、 また隣の稲美町でも、ね、おかしな、不思議な、変なことが行われてますよという情報元にね、最初に行ったときに、ね、議員名簿をもらえませんかと、このようにしてね、私がその事務局にね、お願いしたわけなんですね。ところがね、この稲美町が、ね、の事務局長ですね、皆さん議会の、 要するに、議員のいろんな要望、行政,行政と議員との、ね、つ,なげつながり質ですね、議会事務局というところがすべての、ね、役所にあるわけなんですが、この議会事務局の、ね、担当者、局長と面談したわけなんですね。そうしたときに、議員名簿いただけませんかといったところがね、 なんと、議員名簿、ね、この時に言われたのが、出すことができませんと言われたんですね。皆さん、議員名簿というのはどのようなものかね、皆さん、まず普通の人たちであればね、議員名簿なんかどんなんやと言われると思うんですが、これが和歌山,和歌山県の県会議員の名簿なんですね。 この和歌山県の県会議員名簿っていうのがね、定数が42名、和歌山県はね。さあ、これがそうなんですね。これ。これがすべて42名のね、名前がずっとこれやって、住所と連絡先がね、この党派ですね。この党派の会派、会派別にやってるんですが、そして地区ですね。和歌山市内、海南、 海藻郡、橋本氏、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、伊藤郡ですかね。伊藤郡で、伊藤郡でしょうね。有田郡、日高郡、えー、西室と2ですかね。えー、東室2ね。このようにしてね、出身の議員のね、名簿なんですね、これが。そして、 所属議員というのがね、ここに書いてありますに、ね、公明党、住民主党、新、核、革新、えぇ、ー、総務、日本共産党、ね、えー、日本維新の会。要するに、どこにでもある、この会派ですね。これ書いてあか、書いてあるか、会派、書いてあるんですね。そして、連絡先と住所、ね、ここに電話番号ですね。すべての議員の個人の、ね、住所と、そして電話番号。 名前と住所と電話番号は必ずね、こう、郵便番号と生年月日ですね。生年月日、そして住所、そして連絡場所、ね、電話番号ですね。自宅なり事務所ですね。各議員の事務所の連絡先が書くこれが、議会、議員の名簿なんですね。議員名簿ですね。さあ、驚いたことに、この稲美町に行った時に、 確かに12名だったと思うんです。12名だったと思うんですが、稲見町ね。民間の人に議員名簿を出すことはできませんと言われたんですね。さあ、ここで私は今まで様々な都道府県に行っていますから、そんなことを言われたのはね、後にも先にもこの稲,稲見町だけなんですね。 ならば、なぜ出せないのか、その理由書。ね、そうでしょ議員名簿。選挙の時に、住所届け出して、電話番号連絡先と言って、選挙の時にここはどうされるんでしょうかね市民にも住所も、電話番号連絡先も知らせない。名前も知らせない。ね、もっともらしく、ね、議会事務局の応接間に行ったらね、歴代の、ね、 議員の議長ですね。議長の写真がね、池ですね。これが貼ってあったんですね。さあ、それを見て、名簿をくださいと言ったところは出せませんというので、ね。ならばその理由を、ね、教えてください。もしその理由があるんであれば、ね、公文書として出してくださいと言ったんですよ。そうしたところ、これを出してきたんですね。これ、皆さん。 稲見町民の皆さん、また、ね、日本国中の政治に携わる、ね、政治家の皆さん、これが稲美町が出してきた議員名簿なんですね。出せない理由、読んでみましょうか。議員の個人情報保護法について、稲美町議会申し合わせ事項抜粋となっていますね、これ。一番上にね。 議員の個人情報について、丸一、個人情報保護法の関係で各種団体からの議員名簿などの要求や問い合わせについては、議席番号、議員名、政党、当選回数を四目にとどめる。つまり、議席番号、議員名、政党、当選回数だけにとどめて、 住所も連絡場所先も開示しない。ね。これはいつからそのような申し訳でスカッと申し、あの、合わせでスカッといったところは平成28年6月7日時点。ね。平成28年。我々が行ったのは去年おととしですから。ね。令和3年ですね。令和3年の11月に行った時に、このような稲美町議会事務局。 議員の名前を知ったところで連絡先分かりませんに、ね、この稲美町の町民の皆さん、あなた方は、ね、町内会で問題が起きて、役所に届けをしなければならない、役場にね、行って届けをしなければならないとなった時に、自分たちが選出したその議員が隣、隣近所におられたら、 ね、わかるでしょうが、さあ、ちょっと隣町の人が、その議員に選挙の時に応援したんだから、連絡を取ろうと思っても、ね、他の団体やどこにも、これはね、おそらく地方知事法、議会法にね、乗った議員、地方議員法に乗ったってね、これは違反してるんじゃないかなと思うんですが、まあ、我々は別にね、これをその時には、 行ってねこのようなもらって鼻で笑って帰ったんですが今になってねこの稲美町本当にねこれも行政自体を市民町民の財産をね私物化して自分たちで勝手に売りさばいて議会にもかけずに、ね、売りさばいているということが私の調査で分かってきたわけなんですね。 そして今日、ね、この開示請求にしても、町民でないと、ね、受付できない。ね、この開示請求法においてもね、この稲美町は、どうもね、あの鎖国時代の、日本国が鎖国をやっていた時の時代、このような鎖国の町、稲美町、ね、そして、 稲美町の町民にお願いして、そして開示請求届いた。今日、ね、手中に入りましたので、LINE で送りますからとして送ってきたんですが、どのようなことをね、開示請求していたかと言いますと、稲美町で約30坪の土地がね、議員の息子に払い下げされた。これはおかしいと、皆さん。 30坪の宅地といえばね、おそらく和歌山県でね、くるくるっと言われる、あの、東南海地震に備えて、ね、低い土地、100%津波が来たら、この村はね、危ないとなれば、今から宅地をね、選定するには当然高台ですね。 高台に、ね、ちょっとでも、たとえ1メートルでも高台に家を作る。新築を作る。これはおそらくね、和歌山県に限らず、ね、この太平洋岸、さらには日本側のね、村の人たちであればね、誰でも考えることですよね。新しく家を建てるんであれば、1メートルでも高いところに高台に家を建てたい。ね、そして今の時代ですから、 宅地といえばね、いかに、どのようなね、田舎であっても、ね、町、国道沿いでね、ちょっと入った国道から入れるような高台であればね、まあ、せめてね、壺ね、3万円、5万、5万円はするんじゃないかな。坪あたり最低でもね、10万円するんじゃないかなって。そうでしょね、三人や、 田畑でも、ね、五千円、一万円で、ね、売買できるのに、田口となればね、壺、ね、一万円や二万円のとこなんかありえないだろう。ね、例えば平米、ね、一万円としたら、3.3ですから、ね、だいたい四万円ですね。三万円だったとして、このね、届いた今日のね、公文書のメールを見たらね、 坪あたり、三万円で、稲美町が、この民間の、ね、民間人に払い下げしたことが、証明できる公文書なんですねその公文書が、九十四点五五平米、つまり約九十五平米といったら、ね、一平米、ね、 1>, 1坪が3.3ですから大体30坪31坪切れるぐらいですね。さあこの30坪の土地を稲美町はいくらで払い下げしたか。でなんと平米1万円ですから坪約3万円で30坪ですと差ンが9 91万円。 ね、91万円で払い下げした事実が、ね、計算していったら分かってきたわけなんですね。この住所がね、稲美町、阿座、稲美学法経道、学法、あ、阿座ですね。稲美、えー、最初から言うね、稲美町、大阿座、稲美、阿座、法経道、ね。 保健許の方に、あの、結局、保健、保健、保健移動って言うんでしょうかね。739番の16号。ね。この94.99平米ですね。約95平米の売却された金額が91万4800円で払い下げされているわけなんですね。うまいこと。 買ったもんですね。ということは、1平米1万円ですから、壺3万円、30壺、サダンが9、ちょうどそうですね、94.99平米ですから、91万4800円で売買された。ね。うまいこと買ったな。誰がそんなことをやったんだ 誰がそのように決めたんだの、この、規案書ですね。これを決定するには当然、役所で決めなければなりませんから、その規案書を誰が作ったんだこれを、開示請求して、今日、それを、稲美町へもらっていったら、上がってきたわけなんですね。その、稲美町に、取引された、この規案書。この規案書を作ったのがね、 なんと、これ見てください。これがね、寄案書となっているんですね。これ、拡大しますね。これ、寄案書となってますね。寄案書。ね。これが寄案書なんです。この94.99平米、約30坪を払い下げする寄案書。この黒塗りの名前なんですが、この一番上がね、 町長と副町長、ね、の名前が消してあるんですね。印鑑であると思うんですが、さらにその下に、総務課長と、総務課長と、えー、何なに、なに、総務課長と副課長、ね、これ副課長ですね。この、 総務課長と副課長、ここへ出ましたね。この、連中らが、このようにして、ここの取引してるんですが、土地売買契約書とあるんですね。この黒塗りは、買い取った人の名前ですね。稲美町と、ね、この兄弟が、売り渡し人稲美町以下こうというと、買い取り人、買い受け人。 以下、おつということ状況に土地の売買契約を締結すると書いてあるんですね。ここに、その金額が言いました。ね、これがね、金額がね、ここへね、記載されてますね。これ、94.99平米。そして、この下に、ね、大きくこれね、金額が入ってますね。914,800円。ね、914,800円とらっとでしょ。 ね。さあ、うまいこと買ったもんですに、三日物土地を100万以下ですよ。ね。しかも、町長、副町長、総務課長と副課長、4人で治安書を作って、そして払い下げしているわけなんですに、ね、91万四0 0 0 7800円で。ね。これで、 ちゃんとした行政のルールだけは守られておりますね。これだけだったら何の疑問もありませんね。皆さん。ね、うまいことやりよったな。うまいことやってこれ買いよったな。そうなりますわね。ところが、ここになぜ私と和歌山の代表山本浄一氏が 稲美町へ行ったかというと、これなんですね。この、宅地、ね、見に行ったら、家が建っていたわけなんですね。どのような家かというと、この家なんですよ。これ、ね、立派な家ですね。さあ、この家の、ここの、溶壁ですね。溶壁、コンクリートで溶壁して、 ここに排水パイプがこれね、通っていますね。これがそうなんですね。これ、排水パイプ通ってますね。ここに。これが溶壁なんですよ。ね。この土地を払い下げする前に、どうも、この土地の聖地がされたわけなんですね。当然、町の土地ですから、 万が一にも高台でのね、一番、これね、のり面のとこですからね、この雑草の茂っているね、この下はね、そうですね、見た目、12、3メートル、15メートルぐらいずっと谷になっているわけなんですね、こっち側が。そこに、この排水口が作られて、ここの、ね、今ここにね、資料がまだたくさんある中でね、出していないんですが、さらちでユンボが止まっていて、 そして溶壁を先に作っているわけなんですね。さあ、町の土地を民間に払い下げするんですから、当然、安全確率の土地でないと払い下げができませんにこれを稲美町はコーヒーを使って溶壁を作ったわけなんですね。その金額、皆さん。 30坪の土地を整地して、91万円で売り払った。ところが、売り払うまでに、町が町民の税金を投入して、そして、ちゃんとした30坪の土地として確立したわけなんですね。その、 三0坪の土地、売るために、ちゃんと整備したその金額なんですよ。ね。工事を行った、この先ほどの基案書ですね。先ほどの基案書がこれなんですよ。ね。さあ、皆さん、本当にね、びっくりしますよ。 これ、この工事を行った、溶壁を行った金額、皆さん、下に書いてあるから、ちょっとぼやけるかね、わかりませんね。この黒い、横塗りに黒い塗りにしたった、その、これですね。この金額、見えますかね、ちょっと、ね、見にくいと思います。金額を読んでみましょうね。173万8000円。税込み。 面積,あのその面積の工事価格、ね、見積もり価格ですね、173万8千円ね円、ね、173万8千円と、これ書いてありますね。か。町民の財産である土地三十坪、173万8千円人の町民の税金を使って、擁壁を作って、 配管までしてやった。そして売った値段が91万4800円。91万4800円で売った土地。町民が払った税金173万8000円使って洋壁作って、さらにそこに排水パイプまで通してやって、排水口まで作ってやって、173万8000円で工事したというんですね。さあ。 そのような土地をね、91万円で、稲美町は売っているわけなんですね。これがどうも、稲美町の町会議員の息子が買ったらしいんですね。しかも、三日坊を91万7800円、あ、4800円。 914,800円で買い取った。ね。買いた。買った。ところがその土地を整地して、溶壁を作って、家を建てるように整備して、かかった費用が井之町の税金で賄われたのが、173万8,000円。売った土地は、91万4,800円。 稲美町民の皆さん、30坪の土地、100万円もしないのであれば、人口何人の街か知りませんが、しかも高台ですよ、これ。普通の車がゆう,ゆうと入っていく、見に行った時に、この土地、表のね、写真も撮ってあるんですが、 このような立派な家が建つ、建ったそのね、溶壁を170万円もかけて作って、その頑丈な宅地にして払い下げたのが91万円で払い下げした。この稲美町の行政というのは、こんなことがね、 行われていることを稲見町民は、ね、おかしいというね、噂が渦巻いていたからということで、我々の耳に届いたわけなんですね。ですから、これを徹底的に調査しようと言って二人で行ったところが、開示請求さえも窓口でシャッターを下ろされた。 その時に私が言ったのは、町民に依頼して開示請求をした場合には、その町民に対して、議員や役場の人間から圧力かかるんではないか。だから我々は、ね、自分らでちゃんとした団体を持っているんですから、ここに対してね、日本の法整備されている、 情報開示という手続きを取って、自分たちで調べたいと言って思っていたのに、稲美町では、外部からのよその町からの来たものには、シャットアウト、申請の受付がはできません、それも稲美町の条例で制定されておりますから、ね、そして今お見せした、これですね、稲美町のね、 役場の議員の住所や電話番号さえ連絡場所も個人情報であるといってシャットアウトしている。これ、今の世の中に、この民主主義自由主義の世の中において、役場が立派な役場立っていますに、ね、立ってからまだ3、4年しか経っていないんではないでしょうかね。 冷暖房管理。ね。そのようなところで、町民が払った、県民から下された。ね。このような、助成金、補助金、さらには、町民の財産である土地を、町長や総務課長が、たった4人で、半個をついて、しかも、その、 30坪の土地を売買するために1、1 7十あ、七十3万8千もつけて、使って、ちゃんとした整備したのに、売った金額は91万3 8八百円。どうも、このようなことが行われている、稲美町民の皆さん、私のこの動画を、みんなで見てくださいよ。 ね。公文書ですよ。公文書が出てきますから、ね。いろんな不思議なことは、稲見町民の皆さん、窓口に行って知りたいことを、ね、あなた方が知る権利、そして、ね、絶対的に明白に説明しなければならないものを、私と和歌山の、ね、代表は、町民ではないですから、シャットアウトされるんですよ。 もし、我々が行くときに、開示請求をしたい。しかし我々、私と、ね、和歌山のごぼうの、ね、代表は、開示請求はできない。町民の皆さん、我々に協力していただけませんかそして皆さんが、不思議に思っていること、何でも、公文書を入手して、 このようなことをしているということをね、皆さんに目と耳と確認してほしいんですね。さあ、この私が皆さんにね、稲美町の本当にね、おかしな不思議な変な鎖国の町ということは、たった一つの物件でこれほど不思議なことが行われている。ならば、この 稲美町の議員や町長や職員はやりたい放題のことをやっている。これが実態であるということが明白になってまいりましたに、近々に私が稲美町民のために稲美町へ出向いてまいります。この赤い車で出向いてまいります。聞きたいことがあったら必ず町民の方手を挙げていただいたら止まります。 そして稲美町で現在起こっていることを明確に皆さんに教えようと思いますので、ね。いつでも我々和歌山の代表とこの赤い車、和歌山県民のために徹底的に悪性を暴いてまいります。それではまた明日お会いしましょう。こんばんは。これにで失礼たします。